この広場で最後のはずよ。ああ、見たところ魔物も逃げ遅れた人もいないようですね、うん、よっしゃ、ひとまずこれで一段落じゃない。最後の最後ですごいのが飛び込んできたぜ。可愛い女の子なら大歓迎だったんだけどな。こんなのに暴れ回られたら街がめちゃめちゃになっちゃうわよ。そんなことさせない。よし、ここで決着をつけようぜ。やるぞ、行けるぞ。女だからって舐めてるとよし、行くよ。こいつかすっただけで吹っ飛ばされそうだぞ。そうだな、けど人体がでかいやつは小回りが効かないはずだ。熱血バカと学級委員長、話してる暇があったら手を動かせ。行くよ。分かってるってセザール、俺に任せとけよ。セザールこそ喋ってないで手を動かしなさいよね。賑やかな三人組だね。もう一踏ん張り、油断せずに行くよ。覚悟はいいかい。今度こそ本当に一段落です。みな誇るがいい。我々はこの街を取り戻したのだ。どうだい二人とも、前に悩んでただろ。双子の王に逆らうことが本当に世界のためになるのかってさ。これで答えが出たんじゃないのかい。ああ、私たちは戦うべきなんだわ。そのくらいにしておきな。本当の勝ち時を上げる前に声が枯れちまうよ。私たちの戦いはまだ終わっていないわ。さあ行こうぜ、双子の王のいる伝承の塔へ。
協力お願いします。お疲れ様です。ご分を。ごきげんよう。まあ、またいらしてね。よし、これを授けよう。うん、横がよい。